日は日本代表キャプテン遠藤航選手と対談させていただきます。よろしくお願いします。すいません、オフの忙しい時に本当にありがとうございます。ということで、リゼムでちょっと質問考えてきたので、はい、何問か、よろしくお願いします。いただきます、お願いします。はい、まず早速、質問させていただきます。今遠藤選手、世界で活躍されてるじゃないですか。その活躍できてる要因とか、うん、そういうのがあれば、ちょっと。そうですね、まあもちろん、みんな知ってくれてる方も多いと思いますけど、やっぱ1対1の部分ではやっぱ負けないっていうところで、まあ、そこは、まあ、向こうに行ってからもそうだし、もともと日本にいた時から自分の良さとしての出してはいたんですけど、まあ、それをシンプルに海外でも、まあ、通用するなっていうのを証明できてるっていうのはすごく自分にとっては大きいかなと思います。ちなみに数字出てて圧倒的じゃないですか。それって多分チームメイトにいじられたりとかってあるんですか。いや、あんまり別に特に言ってこないですね。あ、はい、そうなんですよね、はい、やっぱ DL 強いみたいな感じで。こう遠藤選手が意識してるってこともないですか。そのシンプルにサッカーやってるだけでそこが勝ってる。その、まあ、そうですね、結果的にそうなってるっていう感じですよね。最初は全然そのデータを取っていること自体も知らなかったですし、2年連続その1位になった後っていうのはまあもちろん意識しながら毎試合見たりはしてますけど、別にプレー中にそれをすごいこう意識するわけではないというか、はい、そんな感じです。私余談なんですけど、桜井亮君、あ、はいはいはい、中学校ユースの1個上の先輩と中学校が同級生、ね、中学校の同級生です、はい、僕ら出てますから、ね、はい、僕らのチャンネルも出てもらう、はい、あ、なんかね、キーパーやってましたね。あ、見てくれて桜井から連絡来て、これ出たから見て、見ろ、見てくれみたいな連絡が来るっていう、はい、これも見てるわ、これは絶対見てる、はい、そういう繋がりがあるんです、はい、じゃあ、2つ目の質問で、那須さんと浦和時代、同じポジションで、はいはい、やられてたと思うんですけど、那須さんはかなり遠藤選手のことを意識してプレーしてたと言ってたんですけど、ぶっちゃけ遠藤選手はどういう感じで那須さんを見てたのかなっていう。いや、まあまあライバルですよね、もちろん、はい、うん、まあ、でもそのやっぱポジションを取らなきゃいけないんで、そこのポジションが被ってるイコールやっぱポジションを奪いに行かなきゃいけないっていうところで、まあ、那須さんのポジションで僕はプレーすることが多かったんで、うん、まあ、でもいいライバル関係でしたけど、はい、すごいな那須さん、いい選手です。いやいや、いい選手ですよ、はい、まあなんかね、そう言うだろ、いやいやどっちにしろ、まあ、僕もね、那須さんの YouTube では那須さんのことをいじってますけど、はい、いやいや、まあ、その現役時代一緒にやっている時っていうのはね、その那須さんのキャリア自体はリスペクトしてますし、その時も、まあ、プレーはすごく良かったし、1対1とかも含めて那須さんもすごい強さはあったんで、いいライバル関係でした、はい、すごい人に監督してる。那須さんはすごい人なんよ、もともとね、意外とね、めちゃくちゃいじられてますよ。もうおかしくなってきてるやり始めて YouTube を、まあ、でも那須さんもそれ喜んでるんだろうじゃあ3つ目の質問をしてもらいます、はい、まあ、いろんな選手と今まで対峙したり、まあ、デュエルしたりしてると思うんですけど、はい、一番嫌だった選手というか、はいはいはい、この人難しいなと思った選手っていたりしますか。めっちゃ気になる、これめっちゃ気になるでしょ。そうですね、トーマス・ミラーとかはやっぱ賢いんで、やっぱ当たんないようにプレーするのがうまいって感じですよね。やっぱ前の選手からしたら相手がどう守備してくるのかみたいなので、こう賢さがある選手だなっていうのは自分は感じてますし、自分がねボール取りに行こうとしてもやっぱ嫌なポジション取りしたりとか、周りの選手との関係性とかっていうのを常に認識してるんで、嫌な選手っていう意味では、はい、トーマス・ミュラーはすごい嫌な選手だな。ポジショニングとかがすごい上手いんですね。そうっす、当たりに行ける回数が少ないってことですよね。上手に行きづらいっていう感じですよね。僕から一個いいですか。はい、僕も同じスパイクを履いてるんですけど、はい、やっぱプーマのフューチャーを選んでる理由とかってあったりしますか。そうですね、なんか僕はプーマのイメージってすごくこうなんか野生的じゃないですけど、なんかこう躍動感のあるような、なんかこうイメージがあって、もともとで僕がこれも履いたのはやっぱ僕もデュエルのイメージがあって、そういう1対1とかそういう強いなんかイメージにマッチしてるのが、まあ、このスパイクなのかなって個人的には思ってるんで、まあ、もちろんその機能性もいいですし、まあ、履きやすさもあるんで使ってるって感じですね、はい。概要欄に貼ってるんで、ぜひチェックください。急に宣伝か。急に宣伝か。じゃあちょっと最後に、今歴代最強メンバーって言われる日本代表のキャプテンに就任されたじゃないですか、はい、その心境だったり
ピッチとかピッチ外で意識してることとかなんか変わっ変化はありました、ね、まあ、そんなに大きくは変わんないですかね。まあ、要はまあ別に変える必要ないと思ってて、要は僕がキャプテンになったのは今までのそのなんていうんですか、自分の実績だったりとかプレーがあったからこそこのキャプテンになったと思ってるんで。めちゃくちゃいいこと言ってんのにさ、めちゃくちゃ大事な話の時もあいつさ、あ邪魔しかしないな。すいません、本当に今日全部足引っ張ってます。まあまあまあ、でもそうやってコミュニケーションもちろんね取りながらやっていかなきゃいけないとは思いますけど、まあ、うまく監督と選手とのつなぎ役になれればいいかなと思ってます。ほんまにすいません、ほんますいません、なんだよ、タイミングがすごいな。ほんまにすいません。まあでも取れてるでしょ、取れてるでしょ。はい、取れてる。ちなみにあの日本代表で一番つるぐ選手とかって絡むやつだろう。いやでも伊藤純也とか仲いいですよね。まあ同い年、同い年。はい、あとは結構鎌田選手とかバーシンクトロイデンで一緒にプレーしたりしてるんで、あでもみんな仲いいですね。東京世代も多いし、僕も東京でプレー、東京世代としてプレーしてたんで、はい、みんな仲いいです、はい、ということで、あの貴重な時間をあのインタビューさせていただきありがとうございました。本当にありがとうございます。頑張ってください、応援します。頑張ってください、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ルンパルンパが。ちょっといいいいいい、めちゃくちゃ大事な話の時に。ありがとうございます。ありがとうございます。